はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミコはこちら、ディズニーモータースドリームキャリーミッキーマウス90周年2018エディションと1928エディションです。じゃあ先にこっちから見ていきます。はい、最初は1928エディションの方を見てみます。まず横の方から見てみようかな。このイラストが1928の方だね。ミッキーが船を操縦してるイラストになってます。で、ここはシールになってるね。で、全体的にカラーリングはちょっと抑えめのシルバーって感じだね。ちょっとグレーに近いかな。で、反対側を見てみると、そうだね、こっちが1928って書いてあるね。で、ここはプリントされてます。で、後ろの方を見ると、ここはディズニーモータースのマークになってるね。結構ここは複雑な作りになってるね。シールとかではなくていい感じになってます。で、リアのランプのところはミッキーのマークでレッドの塗装になってるね。で、上の方はこんな感じです。で、裏の方を見るとドリームキャリー2015の写真になってるね。で、サスペンションとか特にそういうのはないけど、今回はここが開くんだね。こんな感じで外すことができます。なんか入りそうだよね。1928エディションというだけあって、ちょっとレトロ感を出したカラーリングっていう感じだね。すごくいいです。はい、じゃあもう1台が2018エディションの方だね。これはカラーリング全体的にゴールドをちょっとイメージしてるのかな。で、正面から見るとこんな感じ で、横の方はここに90周年のイラストがあるね。で、後ろの方は、後ろの方のデザインは同じような感じだね。カラーリングの違いかな。で、反対側が2018のプリントがされてます。で、上の方はこんな感じだね。で、裏の方はこれも一緒だね。2015のドリームキャリーになってるね。で、これも同じくここが外れるんだね。上下にスライドして外すことができます。はい、今日はディズニーモータースドリームキャリーミッキーマウス90周年2018エディションと1928エディションを開けてみました。で、2台並べてみるとこんな感じだね。基本的に形は一緒だけど、デザインのカラーリングの違いで結構印象違うね。こっちの1928エディションって結構やっぱりレトロ感がいい感じに出てるね。ミッキーマウスが90周年とか、いろいろアニバーサリーエディションっていうのがたくさん出てくるね。で、ネットの方でチェックしてみると、これが今回紹介した90周年の2018エディションだね。で、こっち側が1928エディションの方です。で、これをちょっとスクロールしてみると、あ、これだね。ドリームスタークラシックミッキーマウス90周年のミッキー&ミニーセットっていうのが10月下旬に発売されます。販売店特別仕様だね。で、販売店一覧は後日公開いたしますってなってるけど、実はこれもう予約受付開始してるね。ネットショップのオムニセブンで受付スタートしてます。で、これはあれなのかな、書店限定で発売される予定になってるのかな。結構このドリームスタークラシックって人気のある車種だから、皆さんもチェックしてみてください。はい、今日は8月30日発売のディズニーモータースを紹介してみました。はい、じゃあ今日もおしまいです。またチャンネル登録お願いします。バイバーイ。